こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題、一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。今回は合っているものをすべて選んでください。まずはあなんですが、これは常識的に判断しましょう。まあ、確かに逮捕には裁判所の令状が必要ですよ。逮捕するということは、その人の自由権を奪うってことです。だから、本来裁判所の許可がいるんです。 でも、例えば、現行犯だったらどうでしょうか今、まさに街で包丁を振り回している人間がいたとしましょう。それ見たらすぐに取り押さえずにわざわざ裁判所まで行くんですか ?1 分1秒でも早く逮捕しないと誰かが殺されてしまうかもしれません。そういう現行犯であれば、令状がなくても OK です。たとえ警察でないあなたでも逮捕することができます。確かに逮捕される人間の自由権もありますけどね。 でも、包丁を振り回す自由権まで認めるわけにはいきません。これを放置したら他人の人権侵害に繋がりますからね。みんなの幸せ、みんなの利益を損なうんです。つまり、公共の福祉に反するんですよ。まあ、とにかく、あは常識的に間違っているので、これは書かないでください。で、残りの選択肢のい、う、えなんですが、これはすべて正しいです。もう一度よく読んで、しっかり確認しておきましょう。 てなわけで今回は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。